どうもありがとうございました。トリプルブッキングぐらいだったんですけれども、まあ、その中でやっぱり吉田が何か それだけの気持ちを持って僕に言うっていうことはいつも何かすごく僕らの人生にとっても大きなあのポイントになるので、やっぱりこれをやらなきゃいけないのかなということで、まあ、いっぺんやると決めたらもうスイッチは入りますんでね、あの、11月に話されて、2月しかスケジュールがなくて全部のですね、で5月6日に出したいというこの3地点をちゃんと通り越えていきたいというのが、まあ僕のそのなんていうんですかね、集中していた集中したという、まあ、ポイントだったんですけども、はい、あの人はすごい、あの、まあ彼女自身は言いませんけども、すごいもうデビューした時から、あるいはデビューする前から非常に努力家っていうか、自分では努力って言わないんですけれども、まあ、僕から見てると本当にそのずっと今まで走り続けてる人だし、やっぱりそのお客さんに自分の歌を聴かせるということには非常にストイックで、あの常にその 100% 以上のものを見せたいという思いが強い人なので、そういう意味ではあの、まあ、今回リハーサルの期間は短かったですけれども、あの彼女の姿勢はいつもと変わってないと思います、はい、正直言って、まあ、今回のビューティー&ハーモニー2に関して言えばドリカムと限りなく近づいていると思うんですね。ドリカムの目的っていうのはやっぱり吉田美和の歌と詩を伝えるということが唯一の目的で作ったバンドですから、吉田がまだその今みたいなプロデュース的な能力をまだつけていなかった頃は、まあ僕がリードしてきましたけれども、やっぱり14、5年経って彼女がその自分をプロデュース仕方を覚えてきてからは、まあ本当に限りなくドリカムと吉田美和は近づいてきてるというか、まあそういう意味ではこの Beauty and Harmony 2である種ドリカムとしての僕がやりたかったこと、吉田美和としてやりたいことが非常に似通ったものになったなということで、あの逆に言うとこのアルバムのおかげでドリームズカムトゥルーが自由になれるというか、またね、また自由になれるという、あの思いはレコーディングの最中にして、まあそれを吉田と話して、あそうだねということで、多分あのこれをきっかけにドリームスカムトゥルーはまた新しい一歩を踏み出すんじゃないかな、多分もうちょっと僕のわがままが出るかもしれないですね、次のドリカムは、はい。いつどこで出会っても
Thank you.
してるってもっと言って、今すぐ聞かせて、青い空見ている気分になれるから、yeah、 最後に浮かんだったのはいつ、早口なら一秒
確かに痛くてかなり死にそうになった傷は
人の名前呼んじゃう可愛いあなた。ウープス、初のお泊まりなのについ愛してると言ってしまい、触る
私のどこに隠れてたんだろう。会いたい人には会えない。何気ない私の一言に
We'll be right back.
歌もここから旅立って港んでいた無音の色があるだけ。もしもいつかまた会えたら答えはあるだろうか。思い馳せてもなお知ることかなわず誰にも知り得ぬまま。もしもいつかまた会えたら答えはあるだろうか。優しいラブソング悲しいラブソングあなたへラブソングあなたのラブソング。もしもいつかまた会えたら答えはあるだろう。
通り